今回のテーマ、先ほど言いましたステージチェンジング、もうこれ一本でいきます。もうね、変わりたい、例えば今の生活から変わりたい、もうもちろんはっきり言いますね。お金もそうですね。切っても切れないことはお金だと思います、正直。でもお金も人それぞれです。100万円稼ぎたいのか、1000万稼ぎたいのか、別に50万でいいのか、20万でいいのか、いいんです、いいんです。ただ今皆さんが会社で苦しんで、例えばもう行きたくない、だから俺は抜け出したい、自分の力で稼ぎたい、そういった欲があるならそこから逃げちゃダメっていうのを今回僕は常に言い続けますよ。なぜなら僕がそうだったから。会社から圧力食らって円形脱毛症みたいになって、それでも生き続けなきゃいけない、営業で円形脱毛症って考えてみてください。結構致命的でしょ。でもそれでもやらなきゃいけなかった、僕には経歴も何もなかった、人しかなかったんですよ、人のつてしかなかった。だからこう考えた、自分の目的をしっかり定めるために歩むなら頑張れると思ったんです。上司のため、会社のためだ、苦しかったんですよ。苦しくないですか？会社のために売上利益作って、その貢献してて本当に評価されてますよ。何ですか人事部、何を見てるんですか？24時間体制で自分ら見てくれてます？見てないでしょ。何、タイムカードだけじゃない？そしてその事業部が売り上げ上がった順で評価されるだけじゃない？何ですかそれ、人見てるんですかね？見てないでしょ。見てないんですよ。今はもう個で稼げるんですよ。今の時代はもうムーンと言って一人でアフィリエイトでもインターネットでも稼げる時代に突入してます。むしろそっちが強いです。堀井さんも言ってますよね、大企業がバンバン潰れる、当たり前です。こんだけグローバルな進めば、一人の発信の力でどんだけの力がありますか？畑の発信で何千人が動きますか？一人でやってるんですよ。すごくないですか？そういう時代です。 YouTube を考えてみてください。 YouTube 本気でテレビを抜こうと思ってます。だから同じ時間にアップロードする評価が高いです。まさにテレビです。前とか夕方6時にはニュースとかあるでしょ、うん、そういう形で固定ファンを作ってくれて、固定時間でやってくれたらテレビに行くから、テレビの視聴率を取ってるでしょ。そういう人たちが上がるようになってたんですとか、これ結構今裏技やってますよ、ね、隠せないタイプですね僕どうせやるならそこ考えろと。YouTube は何を求めてるのとか、評価される方が当たり前になるんじゃない。そして一人が発信し続けることによってどんなことが生まれてるのか、皆さんと出会いました僕ねきっとインスタでつながってる人、つながってない人も含めて、きっと YouTube で僕を出会った人、はい、あれちょっと待って、 YouTube 以外で出会った人はどういう人だろうちょっと不思議だけれども、ちょっとそれは個別で聞こうかな。シュウ君はもちろん、YouTube で、太鼓。太鼓です。シュウヘイ君って人が、ね、前に座ってくれて、中熟生でもあるんですけれども、タイに会いに来てくれたんです。で、メッセージくれて、ご飯行ってね。で、僕もね、タイに来たんですっていうメッセージ結構もらえるんですけれども、申し訳ないです。自分のスケジュールも結構忙しい時は会えないんですけれども、たまたまタイミングがしっかり合えたので、まあ、飯食って、その後ちょっと、言うとね、弾けてきましたね。そう。でもやっぱり、こういった出会いを僕は楽しんでます。自分が何かを伝えたことによって、いろんなご意見もいただけますし、まあもちろん知った意見もありますけれども、ただそれを踏まえて多分僕が足りないことじゃない。それを伝えてるから、そして伝え続けるから皆様と出会い、このように東京で出会えることができました。まず僕から、言えることは、僕が行動を起こしたから皆さんと出会えた。
ですよね。そして皆さんもそれに感動してくれたから出会えた。情報はつかみ、僕言ってますね、常に佐久間氏に分かってるよね。だから動かなきゃ、反応した方がいい。何かを感じた時には反応して。だから、消しちゃったね。ステイチェンジ、そういう仕事だ。うまくないじゃん。そう、変わり続けるって、皆さんさっき言ったね、大きいこと言ってしまうことで。でもね、100万円稼ぐこと、500万稼ぐこと、不可能じゃないですよ。不可能じゃない。むしろ可能すぎます。稼ぎ方、やり方、努力の仕方でございます。そのために今の自分を変えなきゃダメ、変えるという決断をしなきゃダメです。きっとね、変わるって大げさに捉えると思うんですよ。頑張らなきゃいけないんだなって、もっと頑張らなきゃダメなんだ僕って。頑張る必要はありません。頑張るのは無意味です。だって今あなたは満足してない中で新しく変わりたいと思ってるんです。足りないんですよね、物足りないんですよね。頑張りどこが違うってことです。今は変わる目的をつかむために頑張ったんですね。何か目的意識を持つ、こうなりたいんだ、そこを勉強する方がいいです。本当の自分と向き合うってことです、ファーストステップは。それで今やってることを頑張るっていうのは、それに過程ですよね。そこに行く過程のために頑張る。いいですか。会社を300万貯めたら辞められて半年以上チャレンジができるって言ったら、必要なものが300万なんですよ。今借りに行ってますからね、僕は。300万あれば半年攻めれる、勝負できる、生きていける。自分も節約してね。これは未来、やりたいことにつながる目的です。目的があるから逆算して300万あれば半年勝負ができるです。です、ね、そのためにあるのがその必要性ですよ。お金を稼ぐなきゃいけないってことです。だからこれ別に上司とか部下とか会社とか関係ないですよ。辛いですよね、今見てることってどうでしょう。だから頑張れるですよ。これはお金だけで今を生きなきゃいけないと考えてるの。わかりますよ、ご飯食べるためにお金は要ります。みんなそうだ。でもそのお金の呪縛はいつ解けました。いつ解けるんですか。お金という呪縛で働かされてるんですよ。そのくせみんな飲み行ったりするでしょう。服もちょっとパパって買っちゃおうかなってなったりする人もいるでしょう。わかります、女性はおしゃれじゃないね。ね、メイクのお金もかかる、男性もね、いろいろものかかると思うんですよ。それにしてもです、僕が言ったら負債ばっかりですよ、僕から言ったら。こういう目的があったらみんな余裕で5万も10万もね、無駄なものに使わないはずなんですよ。でもそれが自分の今のストレスフリー、そう、今から逃げてる。飲みに酔っ払って友達と話した方が楽しい、楽しいと思う、ストレスも改善されると思う、分かります、否定はしません。でもそれ未来どこにつながってるんですか。きっとつながってないんですよ、逃げてる。それを人に言われたら辛いよね、今僕言ったら辛いよね。ただ自分に置き換えて本気で考えた方がいいっていうこと、ここを考える、もうここまででいいですね。未来で動きたいこと、やりたいことに向かってどうしたいんだろう、自分自身も恥ずかしくなるぐらいでいいと思う。やりたいことなんていっぱいあるでしょ。俺めちゃくちゃあるよ本当に、いろんな国に行きたいし、でも本当ヨーロッパで住みたいし、最終的にはニューヨークに住みたい。なんでかわかんない、ニューヨークの動きないですか。いやちょっとごめん、そんなことなんでもやりたいことから逃げたくないって言ってるだけ、だから僕バルセロナに行ったんですね。
通ってくれた人いますよね、うん、行きました。行かなきゃ分かんないから行ったんですよ。パエリア最高にうまかったですね。玉ねぎが入ってないの全然。本当なスペインは何度シンプルかな。めちゃくちゃうまかった。でもそれも行ったから分かることでしょ。で本当に長期的プランで言うと僕はだいぶリッチです。どこにいたって仕事ができる状態、今もそうですけれども、ただもっとってことですよ。ってことは僕はインターネットがつながってればどこでも仕事ができるんですよ。今もなんかむしろ携帯電話でも相当仕事ができます。堀江さんの影響もちょっとありますけど、時間を有効活用するのはパソコンではなく携帯電話で有効活用した方が気軽に仕事ができる。じゃあどうやったらできるの、一緒です。考えますか、携帯電話で仕事できるような未来を作る。お客さんに言うならパソコンを使わなくてもできるようにしなければいけないっていうレールがある。それをこなしていけばできるようになった。これだ、これです。だから変わり方とかそういうヒントは熟成全部教える、叩き込むんですけれども、ただそこに向かって頑張れない人、これ今これごめんね、あれ変なことあ、そうごめんなさい、今ごめんなさいね、もう先に言う、皆さんの会社がダメとか言ってるわけじゃないですよ。例えの話で言ってることだけ分かってくださいね。素敵な会社だと思いますし、なので要は今ね、生きてるんですよ、会社今会社でいろいろ悩みがあったり仕事が辛かったり上司に何言われたりとか部下に何かね、その精神的にガンガンなってる中間の人も大変だと思う。だけれどもここだけにフォーカスして頑張った未来はどこに行くんだろう。誰よりも疑問を抱かなきゃダメですよ。経営陣、その会社の経営陣、そこまで絶対心配してないですから皆さんの未来100% って言っていいですよ。使えなくなったら切りゃいいと思ってます。だって求人かけりゃ人あるし、若い人たちはどんどん膨らんできますよ。18歳、そして大学卒業22歳毎年増えるんですよ。して毎年最低週給で昇給とか給料でいいんですから、どっちも働けますか、染めやすいですかってことです。だから会社にしがみついて生きてる未来は皆さん本当に安泰ですかってことを本気で考えてる。動く動かないと別にいいじゃないですか。考えて何がいけないんですかってことを僕言ってるんです。そして考えてる人がきっと生き残る。